してみて。おー。どんどん顔が沈んでってる。マクさんさんだよ。別にこれ二重箱じゃないから。うるさいな。誰が二重箱って。すごい。なんかディズニーのキャラクターにいそうな。すごいね。マス。はい。はい。じゃあ一カップですね。ありがとうございます。はい。マスよければ今度の本部はい、はい、だから奥の屋根の人7番、8番の間7番、8番、はい、めっちゃついてくるよ、ついてくるついてきた、めっちゃついてきた。これで頭から、頭からあおおおどれかそんなまだまだやらんでる。川花鳥園にご来園くださいまして誠にありがとうございます。このお時間のバードショーでは肉食の鳥さん猛禽類が皆様のお近くまでやってまいります。さあそれでは一番手の鳥さん呼んでみましょう。皆さんの後ろ側からやってまいります。さあ一羽の鷹が猛スピードで登場を決めてくれました。一番手ハリスホーク、お名前が銀次くんです。さあ銀次くん今日は非常にやる気があるようなので皆様のお近くでどんどん飛んでいってもらいたいと思いますよ。うん、主役です。頑張ってくれるのはフクロウの仲間。乗り損ねましたね。さあ頑張ってくれるのはこちらベンガルアシミミズクのニコちゃんです。よろしくお願いします。さあそしてフクロウさんたち、ぐるぐるよく回ることでもご存知の方多いかと。首がよく回りますのでたまにお客様から360度一周回るんですかなと聞かれるんですけど、ふくろうさん皆さんこれね覚えておいてください。首を一周回すと頭が飛びます。だいたい正面を向いて左右に270度ずつ回すことができますね。左右270度ずつです。めっちゃ近づいたそこまで行っても起きたやっと乗ったさあ地面に降りました。ニコちゃんの特技をお見せしましょう。歩けるんですね。かわいらしくニコちゃん歩いてますこんな感じでね、フクロウさんなんとなくこう飛ぶイメージばっかりあるかと思いますが、歩くことも、ね、結構得意です。足の力強いですからね。すげえ。かわいらしく歩くこともできてしまうこちらのフクロウさん、ね、魅力たっぷりですね。さあ、さっとね、飛んでくれればよかったんですけど、ね、全然やってくれませんでした。ヘビクイワシ、お名前はキックと言います。皆さんぜひ拍手でお迎えください。今からキックちゃんにはヘビクイワシの名の通りヘビ狩りに挑戦をしてもらいたいと思います。獲物のヘビさんの登場です。やけに青々と茂る草むらがございます。こちらから大きなヘビさんの登場です。攻撃方法は、はい、お名前の通り、キック攻撃で、ヘビさんを仕留めてまいります。いいですよ、
き福ちゃん、今日は滑り出し好調です。さあ、非常に面白い攻撃方法を持つね、エントリーさんなんですよ。いいですね、レンが感じて、はい、エンジン全開で遊びます。福ちゃん、今日乗ってるね、はい、めちゃめちゃいいですよ。右下に4つ決まっております。さあ、このね、ヘビクイワシの攻撃方法、とっても独特なんです。では、どこを蹴ってるのか見えますか。ヘビさん、非常に長い体を持っているんですが、キクちゃんはヘビさんの頭のみをわざと攻撃しているんです。コブラさんタイプには、おお、前蹴り、このようにやっぱりすげえ、すげえ、すげえ、はい、なのでこのように頭を持ち上げるときには音が、一体誰が出てくる、ああ来ました、おー、そんな方から白くて綺麗な鳥がやってまいりました。白袋ハリーです。よろしくお願いします。かっこいい、よろしくお願いします、ね、白袋、名前をハリーと言います。かっこいい、皆さん手振ってバイバーイ、ありがとうございました。白袋のわーすごいハリーでした、ありがとうございました。飛び方かっこいいな、それでは今からヘビクイワシのベル君、会場まで歩いていきますので、恐れ入りますが、お客様を近づきにならないようにご協力をお願いいたします。この後ね、先ほどのバードショー同様、シックちゃんと同じようにヘビ狩りのトレーニングを行います。ヘビ狩りのトレーニング、ベル君最近ね、あのバードショーで出ているんですが、若干やる気がありませんので再トレーニングということでね、ヘビ狩り行ってもらいたいと思います。すごいね、続きが見れるね。キックじゃない、まあちゃんと律儀、律儀だね。ヘビー君お願いしますよ。お、やる気が今日は、あ、ちゃんとやってるやん。ただ全然頭を狙ってなかったですよ。おお、すごいすごい、音がすごい。ね、だいぶ若い子ですので、ね、今2歳ですね。あの月のスピードが違いますね。はい、中学生片足だけでワンナレンダスもベテランの、大物の、仕込め方なんですが、テル君はね、まだ新人ならではの、なるほど、ちょっと荒削りだけど、いいじゃん、どうしたキックちゃんとベル君、毎日ね、交代しながらバードショーをね、出てくれているんです。今日はキックちゃんの後にベル君のトレーニングということでね、2羽の釣り狩りが見れてすごく楽しみなんです。ああ、そうなんだ。大体はね、1羽がショーに出ると、もう1羽はね、基本的にはお休みです。もうね、働かずにご飯みたいな感じですね。お部屋でご飯という形なので、2羽のね、このヘビ狩りを同時に同じ日に見られるのはとても楽しいです。しかも、キックタイム直後に見れるのでね、とても、ね、違いが分かる、分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、ベル君、今日はやっぱ精度がちょっと違うね。ヘビクイワシ、飼育している動物園だと、あと3箇所、2箇所ぐらいあるんですかね。ヘビクイワシ、他の動物園にもいるんですが、立川の子は特に顔が綺麗と報道をいただいております。はい、どの子もね、顔が綺麗なんですが、ずば抜けて美しいと言っていただいております。あ、来た。あ、ごめんなさい。すごいちっちゃい頃はね、ブリーダーさんと一緒にベッドで寝てた。それぐらい一緒に寝られてたんですね。今はどっちかというと、仕事はやるけど、ね、うん、プロだな。あ、大満足。すごい。はい、じゃあ、お家に入りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごい。ね、ラザニアセット、タラ包んじゃいますセット、トマトクリームシューセット、
ハツが割と大きい。急いでどこ行くんだ。あそこが可愛い。可愛いね。集まってきた。集まってきた。決まらないんだろうね。おほほ、すげえ。裏側はこんな感じ。すごい。お尻がかわいい。
で横には後ろが。石段が急だ。嬉しいね。上品な甘さだね。うまお茶、ごちそうさまでした。じいちゃんあっち行ってみる。けがわしょう、ここで。藤井くん装着の甲冑です。はい、はい、お食事の時はどうでしょうか。あ、はい、6時でお願いします。お電話の方にお持ちします。あ、わかりました。はい、立派な洗面所だね。すごいでかいね。でかい。トイレはウォシュレット。
部屋広いね。ね、広い。布団は、まあ自分で、うん、エアコンがここにあります。よかった。外の景色は？おお、すごいね。川。すげえ。茶菓子は六方焼き。うん。めちゃくちゃ合うね。掛川ビール、クラウンメロン味と日本坂掛川ビール。日本？ん？日本？違う、二坂茶ビール。でも掛川で作ってるよ。はい、乾杯。うん、メロン。おお、わさび。茶です。緑だから。お茶、お茶チップスとお茶ビール。茶ビール。めっちゃ掛川を満喫してる。じゃあお疲れ。はい、乾杯。何もつけずに行くんかな。うん、うん、あ、うま、あ、うん、なんかもう味噌のめっちゃいい味するな。うん、うん、このごぼうの肉巻きも美味しい。じゃがいも新庄いただきます。
ただきます。ちょっとずつやらんで、ちょっとずつ。黒黒すぎかもしれん。ネズミ。一個ならできるんじゃない？一個なら。え？一個？おお、できた、すごい。バカにしてる。